日本徳島県三馬市小屋平小屋平は徳島県三馬市の大技。2010年10月1日現在の人口は819人、世帯数は399世帯。郵便番号は郵便番号777-0301777-0303。三77馬市の南部、剣山の北六に位置し、東は明財郡上山町、南は長郡長町、三吉市、 西は1200メートルの連山を境に、穴吹町、小宮、穴吹町口山、北は吉野川市に接する。東西は12.5キロメートル、南北は20.5キロメートルで、県山に源を発する穴吹川が、村の中央を北流し、地形は V 字型で、平地は少ない。傾斜15度から30度の急坂の山肌に集落が点在している。 居住地のの平均標高は450メートル、林野が95%を占めている。養蚕、酒形飼育、梅、柚子の栽培が行われ、中尾山地区に開発された10ヘクタールの農地では、高齢地野菜の大根が200トン生産されている。秋人天皇の即位に伴い1990年11月に行われた大城祭では、宮内庁の依頼を受けて、 祖福としておる大麻を育てて収めた。地域全体は旧美馬郡小屋平村で2005年に美馬市が誕生したことにより現在の町名へとる。鶴木山国道492号美馬市小屋平、河合木山頂上ヒュッテ。ありがとうございます。